大きく変化する長崎県をしかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる身近な長崎。7月は愛の血液助け合い運動月間。命を救う身近なボランティア、それが献血ですね。日本では1日におよそ1万4000人の献血協力が必要だと言われています。そんなにたくさん。今回は献血の必要性についてお伝えしよう。それなら拙者にお任せくだされ。訪れたのは長崎市浜の町にある献血ルーム。出口さん、献血された血液はどのように使われるのであろうか。怪我などの治療で輸血されるのはごくわずかで、ほとんどが癌などの治療に使われます。血液は人工的に作ることができず、血液を元に作られる医薬品血液製剤は長期保存ができないため、患者さんに安定的に届けるには多くの方の継続的な献血協力が必要です。こうしている今も献血を必要としている人が大勢いるというわけじゃの。献血には血液中のすべての成分を採血する全血献血と、特定の成分を採血する成分献血の2種類があり、200ml 献血は16歳から可能です。詳しい基準についてはウェブサイトでご確認ください。去年も多くの方にご協力いただきましたが、若年層、特に10代から20代の献血者数は他の年代と比べ少ないため、さらにご協力をいただきたいです。現在の状況が続くと将来血液不足に陥り、多くの方の治療に支障をきたす恐れがあります。それは深刻な問題じゃ。献血の現場を覗いてみるとしよう。この日、大村市の未来音図書館に泊まっていたのは献血バス。献血会場では手指消毒や検温の実施、座席の間隔を空けるなど感染症対策もバッチリじゃ。献血の手順はまず受付から。問診を行い、問題がなければ採血へと進む。採血後は十分に水分を取って休憩し終了じゃ。献血の種類によって異なるが、全血献血の場合は受付から休憩まで含めて40分程度。その短い時間で助かる命があるんじゃ。スタッフさんたちが優しく対応してくださったので、スムーズに終わることができました。また機会があれば献血の方を行いたいと思います。献血の呼びかけをしているのはボランティアの瀬尾さん。若い人たちにですね、献血の大事さを分かっていただくための活動と、献血をしていただいて、その活動をですね、増やしていくような努力をしているところでございます。献血は命をつなぐ大切な助け合いなのじゃ。ここで一句。守りたい、みんなの思いでつながる命。ラブラッドというウェブサイトで献血の事前予約ができます。会場内での密集回避やスムーズな献血のためにぜひご活用ください。少しの勇気と思いで救える命があるんだ。これは献血に行くしかない。しかの国。